それでは、今日はね、私は14歳の時に、世界の秘密が分かったといいますかね、そういう体験があるんですよね。ですからその話を少し、しようと思いますね。私は中学校1年入った時に、アインシュタインの相対性原理をね、面白おかしく紹介した本がありましてね、それを読んだんですね。それを読んで、一番衝撃を受けたのは、つまり宇宙空間が曲がっているということが書かれておりましてね、したがってその無限大を見れる望遠鏡があれば自分の頭が見えるというね、だから空に向かって望遠鏡をこう乗ろうと自分の頭が見えるというようなことが永遠で書かれておりましてね、でそれは非常に私にとって衝撃的なことだったんですね。なぜならば、違う1年ぐらいまでに、大体その時間の概念といいますかね、過去はずっと過去にあると、無限に過去にあると、で現在があって未来はずっと未来であるというね、そういった時間概念といいますかね、直線的なクロノス、直線的な時間概念というものが身についていたわけですね。中学生ぐらいですからね、13、4歳ぐらいになりますとね、ところが宇宙空間が曲がっていて自分の頭が見えるということになりますと、それをその、さまざまなことに応用しますとね、例えば軽い、どんどん軽くしていくと重くなっていく、長さもですね、どんどん長くなると短くなっていくと、こういうことになるわけですね。それでじゃあ時間はどうなのかということで、今までのその直線的なものが全部、白い彫刻だけがないというのが素晴らしいね。ここに現在があると、未来になってですね、で過去はずっと過去、未来はずっと。ところが過去はですね、どんどん過去になればなるほど未来へとつながっていくということになりますね。そうすると、過去は単なる過去ではなくて、未来をはらんだ過去になると。で未来は過去をはらんでいるということになりますのでね。今まで考えていたその時間概念とは全く違ったものになったんですね。それでその、万物は繰り返すという、論文を書きましたね。これ日記帳に書いたわけですが、万物は繰り返すというと要するにその時間が繰り返すというふうに考えたわけですね。そうすると時間が繰り返してあるとするとですね、過去は決まっているけれどもまだ未来は決まっていないと思ってますよね、私たちは。ところがずっと辿っていくと、未来にまで行くわけですから、最も現在から最も遠い過去が最も近い未来になると、で最も近い未来が最も遠い過去ということになりますね。そうすると過去は決まっていると、だけど未来は決まっていないとこう思っていたんだけども、いや未来も決まってるんだとなりますね。そうすると必然ということになりますね。全て必然でもあらかじめ決まっていたんだと、こういうことになります。そうすると自由というものは一体あるのかないのかということに、なってくるわけですね。そんなことを、考えて、日記に論文を書いたりしてたんですが、ベルグソンの時間と自由というものを読んだときにですね、ベルグソンは過去は決まっていますね。で今現在いる人間にとって、未来は無限に可能性を持っているんだと、無限可能性を持っている存在なんだということですね。過去は決まっていると、何年何月にどういうふうに生まれてですね、で現在に至ると、これは一本道ですね、決まっている自然。しかし今ここにいる私たちは一人一人がですね、無限の可能性を持っていると、存在可能性を持って存在しているんだという考え方ですね。ですから人間は自由なんだと、こういうことです。ですからこの考え方に乗っておるとですね、例えば今あなたたちはこの教室に今おとなしく座っていると、しかしそれはあなたたちがその存在可能性の一つを選び取っているというだけのことでありましてね、
突然立ち上がって大声を発しても構わないし、窓を開けて飛び降りても構わないし、ドアを開けて出て行っても構わないと、突然大声を発してですね、どれだけやっても構わないし、前に出て一言踊っても構わない、何をしても自由なんですね。つまり、あらゆることが可能な自由な存在としてそこに座っているということなんですね。ですから、あなた方が今そこに座っているということは、そのあなた方の自由意志によって座っているんだとなりますとね、なんかワクワクするでしょ。あ、そうなんだと、別にここに座っている必要はないんだと、無限の可能性を持った存在としてそこに座っているんだということですから、非常にこうなんかこう、はつらつとしてきますよね。生きることがなんか面白いっていうかね、そういうふうになってくるんですよ。ところが先ほどの繰り返すんだと、過去はずっとつながってるんだから、無限に見えた存在可能性などと言ってみても結局は決まってるんだよっていうことになるわけですね。今度はそのこういったことを、ニーチェですね。ニーチェの場合は、永遠回帰ということですからね、永遠回帰ということで、全ての事象は繰り返すんだと、無限に繰り返すんだということになりますから、私は初めてニーチェの永遠回帰の思想を知ったときに、ニーチェも私も同じように考えたんだなというふうに思いましたけれども、そうするとその円環的な都合の好きな概念でいうと、この今と今というのは、単なる通り過ぎていくべき一瞬ということではなくて、無限の過去と無限の未来を内包した永遠の今ということになるんですね。単なる通り過ぎていく一瞬ではないんですね。通り過ぎて、行ってしまってもはやないものというふうには捉えられない。また回帰してくるわけですから、永劫に永劫回帰、繰り返し繰り返し、永劫回帰してくるんだということですのでね、今というものは永遠になるんですね。でそうすると、例えば必然だから、今必然と自由というのは反対概念ですから、西洋の、論理に従えばですね、相矛盾するものなんですが、しかし私も日本人で東洋人ですから、東洋思想というのは職によって結びつく、反対側の概念が職によって結びつくんですね。ですから必然即自由、必然は自由に反するものではなくて必然即自由になるんですね。自由即必然ということになります。ですから、ニーチェは両親ともに熱心なプロテスタントですからね、キリスト教ですから、キリスト教の時間概念というのは直接ですからね、しかも無限の過去というよりは創生が、世界が作られ、そしてやがて世界は終末を迎えると、で終末時に最後の審判が行われるということですからね、直線的な時間概念ですね。ニーチェはそういうそのキリスト教国の哲学者であったんですが、この永劫回帰という時間概念に行き過ぎたと。普通必然ということを認めてしまうと、じゃあ人間に自由はないのかということになりますが、そうすると、ニヒリズムに陥ったりするんですがね、必然即自由ということで、合体しますから、むしろ法律感、時間を繰り返すのかと、全て必然なのかということが即自由でありますから、法律感があるんですね、エクサシーと。これはですね、言葉で説明してもですね、言葉の次元だけでしか理解できない人にはわからないんですね。これは前々から言っているように、リンゴを食べたことのない人にいくらリンゴの味を説明してもですね、わからないですね、これね。そういうことなんですね。ですから、反対概念であるその自然と自由が一体化しているんだと、一体化した法律感があるんだといくら言ってもですね、これはわかりませんね、わからない人には。それからやっぱりこれがわかるとなると、つまり論理学を根本から否定することになりますのでね、論理学によって、西洋の学問が成り立っている科学はね、ですからそれが崩壊するということは非常にこうまずいわけですからね、なかなか認めないでしょうが、私なんかは体感的にそれがわかるということです。それで今前にも少し話しましたけれども、今ここということはですね、今ここということはつまりゼロなんですよね。もはやない、もはやないと今がない、まだない、ないとないとが重なってい
るのは今ですからないんですよね、本来、もはやない、過去ね、もはやない、未来まだない、ないとないに挟まっていないはずなのに、今ここというものはないはずなのになぜあるのかと、なぜ有として出現してしまうのかと、今私がここに存在している、あなたたちが存在している、あらゆる事象はですね、現れ出てきていくと、それで、まあ、五感とかですね、いろんな感覚者によってこの世界というものを体感しているわけですね、なぜないのにあるのかということですね、これは分かりませんね。だから私はその本来はないとないに挟まれている今ここは、ないはずなのに有として現象してきていますから奇跡だと言ってるんですよね。だから今ここに我々が存在している、存在していることが奇跡なんですね、奇跡、生きてあるということは。だからもし死んでですね、死んで亡くなれば本来の姿に戻ると、ないんですから、本来ないんですからね、そこでこの例えばその算数かなんかで、A 点と B 点をの最短距離は A と B をつなぐ直線にあると、まあ、こういうことを教わったと思うんですよね。A 点 B 点の最短距離は直線にあると普通言われるんですが、私の時間概念でいうと A 点と B 点の最短距離は点にあると、点にあるんですね、点で、点っていうのは本来ないですからね、この黒板にこれ書いてあるのは物質であって、本来はないんですからね。だから、ない、今ここというないはですね、今ここというゼロの地点はですよ、今ここというゼロの地点は例えば、通常的な時間概念でいう、例えば100年前の今も、1000年前の今も、100年後の今も、1000年後の今も、このないということで直結すると言いますかね、瞬時につながるんですね。だそうすると今までの直線的な時間概念で言えば、10年前はもうもはやない、今があると、で、10年先もまだないということになるんですが、私のこの今ここのその瞬間が全ての事象と結びついているんだという観点に立ちますとですね、一瞬のうちに結びつくんです、あらゆるものは、そういうことになりますね。それでこれを言葉で表すとどうなるかというと、まあ有があるわけですね。有、まあ、我々が存在しているこの有、これが即無と、有即無ですね、もはやない、まだないのないですから、ないんです。ないにもかかわらず有として現象してきていると。じゃあ無とは何か、無もですね、こう即で結びつきますね。無即有で、無即有である。じゃあこのあるとかないとか、あるとかないとかの有無、有無即空になると、空になるとですね。で、先ほど私が言った全ては必然なのかと、全ては繰り返しなのかと思った時にですね、私の眼前がですね、まあ真っ白になったと言いますかね、その色に言う白というよりは髪なくその灰色に近いようなそういう白さだったんですが、世界が白っぽく見えたと言いますかね、まあその空というのを、まあ、色で表せばそういう感じになるんですよね。だから我々が生きている即無であるこの世界は空であると。いや空とは何か、空はもう空としか言いようがないので、空即空と、空は空であると。それで、まあ、あとはこれあなたたちがどう解釈するかによるといいんですが、空即空、空空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 空と。でこれがですね、まあ、私の、究極的な哲理といいますかね、生きてあること、そして、この現象が有として現象しているこの奇跡で、これはどういうことかというと、まあないということですからね。でないということを有に対する無ということであれば、この有無を包む空という概念になると。
で、これはつまり、仏教的にでも、般若心経なんかで言われますがね、色即是空、空即是色とこう言われておりますが、この空というのはですね、概念ではつかみきれないんですね。いくらその、哲学の勉強をしても、仏教の勉強をしてもですね、この空に至っては、先ほども言いましたようにリンゴを食べたことがあるかないかの違いでありましてね、空というものを体感した人はですね、説明しなくても分かるし、体感したことのない人はですね、いくら説明しても分からないんですね、そういうことなんですね。